これはあの状況としては3人の主人公のうちの1人、あの女性のキャラクターが、まあ、ある建物の中で敵に、まあ、襲われているというか、はい、まあ、取り囲まれてしまってここから逃げようとしているというシチュエーションです。で、まあ、あのパッと見いわゆるシューターゲーム、はい、TPS に見えると思うんですけれども、ね、はい、あの結構特徴的なのがもうすでに彼女はあの弾がないというか、あら、あの持ってる武器がハンドガンとそれの弾だけになっちゃってて、はあはあ、で、まあ、ここからどうしようっていう、そういうあのそこを面白がってもらいたい、そういうゲームです。で、実際あの、まあ、攻めてくる敵に対して圧倒的にその弾が足りないので、ここではあのいろんなトラップとかを使って敵をはめて倒そうとしてます。で、まあ、今あの煙幕みたいなものを貼ってますけど、はい、貼ってますね。で、それであの敵の目をごまかしてる間にこう、ワイヤートラップみたいなものですね。ああ、本当だ、貼ってる、貼ってるんですけども、はい、このこういうアイテム自体もいろいろもっとあの、まあ、例えば空き缶とか布とか、突然戦争が起きたっていうシチュエーションなので、アイテム自体も直接手に入るわけではなくて、はい、そういう一見役に立たないものをいろいろ手に入れて、それを組み合わせていろんなものを作るって、そういうクラフトの機能があります。おー、今発動しましたね。なので、まあ単純にこう敵をバンバン倒していくというよりは、基本的に常にプレイヤーが追い詰められているので、それを自分なりの創意工夫で、攻略していくって、そういう、まあ、思考性の高いゲームになってます。ちょっと頭を使って切り抜けていくという、そうですね、要素も入ってるというですね。はい、ここも、まあ今敵の姿が実はこうライン赤いシルエットで出てると思うんですけど、あれもちょっとレーダーみたいな特殊なアイテムをクラフトしていて、それを使って敵の姿を浮かび上がらせてると。あ、じゃあもうこれはちょっと拾っていろんなものを作った状態ということなんですね。そうです、そうです。はいはい、で、まあ、何も考えないでこのままババーって進んでいくと、はい、あのままなんかこう待ち構えてる敵に撃ち殺されて終わりみたいな感じ、蜂の巣になっちゃうんですね、になるんですけど、まあ、僕が言ってる難しい簡単じゃないというのはそういう意味で、うんうんうん、あまりこうなんだろう、何も考えずというか無防備に無防備に突っ込んでいくとやられてしまうので、はいはい、じゃあどうしようっていうところを考えて自分なりの攻略法を選択してほしい、そういう遊びができるゲームがレフトアロー。確かになかなかなかったですね、そういうタイプのゲームは今まで。だから、まあ、人によってはというかプレイの仕方によっては、うん、シューターにもなるし、はい、そのトラップアクションにもなるし、で場合によってはその敵に見つからないように、いわゆるスニーキングプレイみたいなことが有効であったりもするので、はい、そういう攻略の仕方を考えて選択していくっていうのがレフトアライブの遊び方。はあ、面白い。だからここに来るまでに例えばちゃんと探索をして、うんうん、弾を仮にいっぱい手に入れていれば、シューティングアクションとして敵をバタバタ倒してこの状況をクリアするっていうことももちろん可能。なるほどなるほど、そうかそうか、打ちたい人は、まあ、それが、まあ、弾がないといけないから、はい、それができるようなプレイをしてもらえばいいし、うん、プレイをした方がいいということなんですね。逆にで、このゲームはシチュエーション的にやっぱり敵が攻めてきてっていうところ状況なので、今までのフロントミッションとは違ってバンザーは基本的には敵として出てきますよ。で、自分は人間なんで、ものすごい脅威になる敵、ね、まあ、見つかったら即死ぬみたいな、めちゃ逃げてもちょっとすぐ追いつかれちゃいますもんね、やつが街の中をうろうろしてるんで、うわ怖いな。それを、まあどうにかしてくださいっていう状況になることが多いんですけれども、はい、まあ、そんな中でもその敵のバンツァーを奪ってそれに乗ってもう対等な関係になって戦うっていうシチュエーションもありますし、なるほど、今だって動かしてますもんね。そうですね、これが実際のプレイヤーが乗って、はい、ルバンツァーで敵のバンツァーを倒してるっていうシチュエーションです。はで、今までのフロントミッションにあったパーツを組み合わせて遊ぶみたいな要素は、まあ、ゲームのシチュエーションがシチュエーションなんで今回はないんですけれども、まあ、このバンツァーで遊ぶところにもやっぱりその選択の要素を入れていて、敵を倒すとその倒した敵が持ってた武器を今ちょうどそうですね、拾って使うっていうのができるようにしてあります。なので強い敵が出てきたら、強いバンツァーが出てきたら当然脅威ではあるんですけど、はい、 そうですね、そいつを倒してしまえばその武器を自分のものにすることができるので、Be alert. Someone is approaching you from behind.
Apologies, mon ami. I wasn't trying to sneak up on you. The name's Patrick Lemire. I'm a freelance reporter.これはあのゲーム内 の, あ, の、まあ、あるシチュエーションでそのこの男性の兵士のキャラクターが、まあ、この黒人の記者の男に遭遇するというシーンですね、はい。でまあ、いわゆるイベントシーンなんですけれども、そういうこのイベントシーンの中にも、まあ、会話のやり取りの中にいろんな選択肢が出てきます。でその選択肢でをどう何を選ぶかによって、まあ、そのキャラクターの受け答えが変わったりだとか、その物語の展開がちょっとずつ変化していったりっていう、そのお話の展開の中にもあのやっぱりその選択の要素、僕さっきから何回も選択っていう言葉を使ってると思うんですけども、そのこのゲームの大きなそのキーワードというかコンセプトにしているのがその選択っていう要素なんですね。そのストーリー部分もそうだし、そのゲームプレイの部分においてもいろんなところでそのプレイヤーの方に選択をしてほしい、いろんなことを考えてもらえるようなゲームにしていっているので、というこのお話の中にもあのいろんな選択肢があったり、それによってゲームの展開が変わっていったりもします。であとちなみになんですけど、あのちょっとこれもまだ言ってない情報なんですが、あら大丈夫ですか、あのゲームのプレイしてる主人公の、まあ、パートナー役っていうか、はい、あのコーシカっていう、はい、その通信機能を持った AI みたいなものがパートナー役として存在していて、でこのシーンの中でもそのキャラクターがいろんな助言をくれたりとか、ゲームの攻略の中でもあのいろんなアドバイスをくれたりする機能を持たせているので、そういうとこもちょっと楽しんでもらえたらなと思います。いいですね、確かにオープニングの、ね、トレーラーまずね、その呼ぶとこから始まってましたからね。はいはい、こうしかって、あのロシア語で、猫っていう意味なんですけど。あ、そうなんですね、はい、でこれはあのさっきと同じ主人公がまあ、ある、なんだろう、敵の軍隊が、この町に残っているその民間人を殺そうとしているところに遭遇するっていうシチュエーションです。で、さっきはあの会話の選択肢を選ぶっていう感じで、選択をしてもらったんですけども、はい、今回はそのプレイヤーの行動自体が選択肢になるっていうパターンですね。そういう方向性ですね、はい、で今敵の兵士がその拘束した民間人を、殺そうとしているところで、わわわわわ、でそれに対して、プレイヤーのキャラクターがどうするのかと、で、まあ、攻撃してもいいし、このまま素通りしてもいいというか、うわ、見逃してもいいんですけど、当然攻撃したら戦闘になるので、あ、ちょっとこれ一旦ホームボタンでいいですか。ダメだって、この選択肢はそのリアルタイムがちょっと悩みますよこれは。でこれわざと今放置してるんですけど、はい、このまま放っとくと兵士が民間人を、ね、今3人いるんですけど1人ずつ順番に殺していきます。いや究極の選択が、なんでリスクを犯したく、あ、今失いました。1人、やべやべ、どうするどうする。でこの動画だと、はい、攻撃を仕掛けて助けるっていう選択を選んでるんですけれども、まあ、それをやらなくてもいいし、あるいはここにたまたま来た時に攻撃手段がほとんどなくて、あ、そうか、助けることがそもそもできないみたいな場合があるかもしれない。すげえジレンマですね。途中でね、弾使っちゃうと全然、そうですよね、何もない、何にもないから、もう助けることもできないけど目の前で見過ごすことも、割と映画の中に自分が入った感じですよね。そうですね、そこで選択できるんで、はい、主人公になった感じですからね。でこういうその民間人を助けるっていうのは、まあ、いわゆるサブクエストとして存在していて、そのメインのストーリーとは独立しているので、別にやらなくても構わない、はい、しやったところで必ずリターンがあるとは限らないですけど、それぞれの、まあ、この人物たちっていうのは、うん、きちんとゲームのコマではなくて、はい、ちゃんとバックボーンが存在していて。